こんにちは、モノモースです。今日はラグビーワールドカップについてお話ししたいと思います。日本はアルゼンチンとの死闘に惜敗し、一時リーグ敗退が決定しました。これにより、2大会連続の決勝トーナメント進出はならなかったのです。まず、試合の概要からお伝えしますね。日本はアルゼンチンとの試合で27、39で敗れました。試合はアルゼンチンのキックで始まり、日本はいきなり得点を許す苦しい立ち上がりとなりました。しかし、日本は前半16分にアルゼンチンゴールから自陣内でゴールを奪い、鮮やかなカウンターでこの試合初の トライを決めめままままししししたたたそのの後も日本はははにに攻め続けましたがアルゼンチンチ高く最終的には敗れてしまいましたさて、ここで私の意見をお述べさせていただきます。結果は残念でしたが、日本チームの戦いぶりは素晴らしかったと思います。彼らは一生懸命に戦い、何度もトライを決めるなどを見ている私たちに勇気と希望を与えてくれました。敗戦は悔しいですが、その中にも明るい未来が見えると思います。そして、私たち視聴者も彼らのように前向きに、そして果敢に挑戦し続けることが大切だと感じました。結果が全てではない。 挑戦すること自体は価値があるということを彼らは教えてくれました最後に日本チームの皆さんそしてサポートしてくれた全ての人たちに感謝の気持ちを伝えたいと思います次回の大会に向けてこれからも応援し続けますそれでは今日はこのあたりで次回もお楽しみに